名門佐々木家の子息佐々木鉄之助を預かることになった新選組。鉄之助は素行が悪く定職にもつかない落ちこぼれ、いわゆる悪ガキだった。各所をたらい回しにされ、最終的に落ち着いたのが新選組だったという。名門の手前、無下にも扱えず、土方が小姓として鉄之助の面倒を見ることになる。だが鉄之助は止める者がいないのをいいことに、傍若無人な振る舞いを続ける。おい鉄、お前いつまでこんなこと続けるつもりなんだ。これ以上新選組の足を引っ張るようなら、俺はてめえを切らなきゃならねえ。だったら切ればいい。どうせ俺は兄貴みてえにはなれねえ。佐々木家にもここにもどこにも入れねえ。俺は生まれついての落ちこぼれなんだよ。だったら俺は俺のやり方で好きなように生きて、好きなように死んでやる。やけになった鉄之助は通りがかった銀時に難癖をつけるが、帰り討ちにされる。そこに飛び込んできたのは見回り組局長佐々木伊三郎だった。見回り組は名門のエリートのみで構成された警察組織。伊三郎は鉄之助の兄で、鉄之助を新選組に送り込んだ張本人でもあった。確か新選組には指導に背いた者に腹を切らせる局中法となる掟があるとか。佐々木家に遠慮はいりません。切っていいですよ。それ、佐々木家の名を汚すだけの劣等遺伝子はこの世に必要ありませんよ。心配はいりません。アドレス帳から目かけの子はもうとっくに削除してありますから。悪いな、ついでに俺のアドレスも削除しといたぜ。こっちのに入った優等生のアドレスもな、あいにく俺のフォルダの区分はバラガキしかねえんだ。その夜、鉄之助はなぜ土方が自分をかばったのかわからないと近藤に打ち明ける。バラガキって知ってるか鉄。近づき触れればトゲが刺さるような手のつけられない暴れん坊。俺の田舎じゃそんなどうしようもない悪タレをバラガキって言うんだ。あいつのことさ、バラガキの都市。あいつはな、お前ら悪ガキどもが震え上がるほどのとんでもねえバラガキだったんだよ。土方も鉄之助と同じ目かけの子だった。母親を亡くし路頭に迷う土方を世話したのが腹違いの兄為五郎だった。土方は為五郎だけにはよく懐き、父のように慕っていたという。だがある日、暴漢から土方をかばった為五郎は盲目になってしまう。逆上した土方は暴漢を刺し、その結果家族に疎まれてしまった。それから土方はバラガキと呼ばれ、兄のもとにも顔を出さなくなった。土方が鉄之助をかばったのは、はみ出し者の気持ちがわかるからだと近藤は言う。だがな鉄、あいつは道からはみ出し茨の中に身を落として傷つき、ボロボロになってもその歩みを止めはしなかったぞ。家から捨てられたおめえがどうするかなんて俺は知らねえ。てめえの道はてめえで選べばいい。だが居場所が欲しいな。誰かに認められたいなら、その足だけは止めるなよ。
いつだって茨を行く。バラガキでやれ。それから鉄之助は心を入れ替え、職務に励むようになる。自分は強くなる。だから土方も兄から逃げないでくれという鉄之助。翌日、土方は為五郎宛ての手紙を鉄之助に託す。しかし鉄之助は過激派浪士集団チェケラ党に捕らえられてしまう。そこには伊三郎に雇われ、チェケラ党の潜入捜査をする銀時の姿もあった。ご苦労様です。お互い大変ですね。あんな出来損ないのためにこんなところに駆り出されることになるとは。お前知ってたのか、あいつと上位浪士の連中とのつながりを。以前鉄之助は身分を隠してチェケラ島に出入りしていたことがあった。チェケラ島は鉄之助を人質に、新選組と見回り組双方を潰そうと目論む。だが伊三郎は取引に応じず、鉄之助ごと上位浪士を殲滅しようとする。鉄之助が死ねば新選組はその席を追わざるを得ない。邪魔な弟ごと新選組を排除しようというのが伊三郎の企みであった。激高し刀を抜こうとする土方。私の首を持っていくというのならば、首が一つ足りませんよ。抜いてみろ。次はぶち抜く。一触即発の事態に陥る新選組と見回り組。にじり寄る見回り組の前に土方が立ちはだかった。俺たちは茨切り開いてでもここを行く。茨切り開いてでもここを帰る。あいつとバラガキどもと一緒にな。その覚悟のねえやつは何人たりとも通さねえ。この茨たやすく通れると思うな。なるほど、あなたたちが私たちを引き止め、連中の注意を引きつけている間に、裏から忍び込んだ別動隊が鉄之助を救い出す、そういうわけですか。だが別動隊ならこちらも向かわせました。皆さんのお役に立つと良いのですが。これで互いを消せる大義名分ができたと土方は伊三郎を挑発する。残念でしたね、土方さん。私の目的は愚帝の首でも新選組の首でもありません。事件の迅速な解決です。このような茶番に付き合う時間も人間も持ち合わせておりません。つまりたった一人のバラガキをさっさと片付ければそれで済む話なんですよ。そう来なくちゃよ。存外温室育ちのてめえも野生ってもんは忘れちゃいねえらしいな、バラガキ。おまわりさんに逆らったらどうなるか、とくと思い知らせてあげましょう、クソガキ。それじゃ行くぜ。
新選組だ。神妙にしろ。茶番はおしまいです。そこをどきなさい、バラガキ。どくのはてめえだ、エリートさんよ。ウサギと寂しいと死んじゃうんだ。うわっ、うわっ、何しやがれ。こちらから行きますよ。何しやがれ。なかなかやるじゃないですか。さすがは土方さん、伊達に視線をくぐり抜けたわけではなさそうですね。どうした？ほほ、まだ喋る余裕があるみたいだな。せいぜい舌噛み切らねえように気をつけな。それに俺たちが勝てるならこいつでだろ。切られたい奴から前に出な。どけ。ウサギって寂しいと死んじゃうんだ。おら、本物の喧嘩見せてやる。御用改めである。そうじゃねえぞ。どうやらあなたのようなタイプは完全に息の根を止めねば死ぬまで絡みついてくるようですね。そこをどきなさい、バラガキ。避けねばし、避けてもし、弾丸に刃、どちらでも好きな方を選びなさい。てめえはそうして飾られてんのがお似合いだぜ、汚ねえバラよ。ここにはてめえらの咲く花畑なんてねえよ。本当に呆れた人ですね、土方さん。事件の収束よりも市民の安全が大事だとでも？いいえ、あなたは市場を優先しただけだ。あなたが救いたがっているのは我が愚弟などではない、土方家のかわいそうな愚弟だ。我々に課せられた使命は罪を注ぐことではない、罪を裁くことです。罪を恐れるあなたに人を裁くことはできない。罪人を裁くには罪人以上の咎を負う覚悟が必要なんですよ。私たちには誰も救うことなどできはしません。己さえも救う権利はありはしない。歯車はただ回るだけです。もう止まりませんよ。クソ、見回り組が上にさせるか。死ぬな、鉄は飛んでいきな。肩にかけるぞ。どけ。いいもんあるじゃねえか。いいもんあるじゃねえか。おい、強い。
てめえ俺が来るのは想定通りってか。相手になってやる。来い、御用改めでやる。二度と悪さすんじゃねえぞ。飛んでいきな。こんなもんじゃ足りないぜ。本物の喧嘩見せてやる。御用改めでやる。二度と悪さすんじゃねえぞ。こうやるんだよ。終わりだ。意味もあるじゃねえか。ほらほらほら、どうした。いいもんあるじゃねえか。畳みかかるぞ。急がねえと。何しやがれ。行くぞ。行くぞ。畳みかけるぞ。行くぞ。行くぞ。まだ嫌がったのか。エリートさんよ。邪魔だ。どけ。飛んでいきな。こんなもんか。本物の喧嘩見せてやる。御用改めでやる。二度と悪さすんじゃねえぞ。いいもんあるじゃねえか。しょうがない。どけ。行くぞ。俺に勝てると思ってたのか。終わりだ。こいつとどめだ。いいもんあるじゃねえか。ついた。ですか。結構ですよ。元よりメールもろくに返さないメルトモなら、アドレス帳に残すつもりはありませんから。なこったろうとは思ったぜ。なあ待てよ、俺は何も新選組に使おうってんじゃねえよ。生来ポリコートは気が合わねえ。黒にも白にも混ざるつもりはねえ。来いよ、鬼の副長。まずはてめえからだ。この上位獅子白夜叉の首取れるもんなら取ってみやがれ。佐々木よ、どうやらてめえ
とんでもねえ野郎歯車に巻き込んじまったようだな。この天下のバラガキはてめえらの手に負えねえ。ガキ一人に踊らされた野郎が抜かしやがる。そのへっぴり腰でやれんのか。暴れやすいようにいっそ人質ぶった切ってやってもいいんだぜ。やれよ。今さらガキの一人や二人やったところで変わるかよ。許しを請うつもりも許してもらえるとも思っちゃいねえよ。そんな身で罪を裁くつもりもさらさらねえ。だが罪は裁けなくても罪を注ぐことができなくとも俺たちにしかできねえこともあんだろ。てめえと同じ過ちを犯さねえよう止めてやることはできる。過ちを受け止め前に進む術を教えてやることはできる。俺はどっかの物分かりのいい野郎のように誰も救えねえなんて諦めるつもりはねえ。悪ガキが悪ガキ見捨てたら死ねえだろうが、それでもやるってんならやれよ悪ガキ。本当にやるやつがあるか。てめえがやれっつったんだろうが。違う。よくここまでこらえたな。もう我慢はいらねえ。大暴れしてやれバラガキども。てめえら覚悟しろよ。かかってこい。おうおう熱いね副長さん。てめえもくすぶってんじゃねえか白夜叉さんよ。知られたい奴から前に出な。ご用改めでやる。てめえら全員指導不覚悟で切腹だ。二度と悪さすんじゃねえぞ。ほらほらどうした。いいじゃねえか。本物の喧嘩見せてやる。御用改めでやる。二度と悪さすんじゃねえぞ。どうしたそんなもんか。こんなもんじゃ俺は止められないぜ。行くぞ。行くぞ。しょうがない。どうも。行くぞ。知られたい奴から前に出な。飛んでいきな。ここを肩にかけるぞ。一気に切る。御用改めでやる。二度と悪さすんじゃねえぞ。ご用改めでやる。うわっ。
と悪さすんじゃねえぞ。一気に決める。しょうがないね。ほらほら、どうして。どうも。どうせ。で。とどめだ。ほらほら、どうして。行くぞ。しょうがない。行くぞ。いい感じだ。爆炎に紛れ次々と見回り組を買っていく土方と銀時、老子たちは混乱に乗じて逃げ出そうとするが逃げ場はなかった。外で待機していた見回り組本体は応援要請を受けてビル内になだれ込む。しかし中には捕獲された老子と新選組の服を着せられた見回り組の大使のみ。見回り組に変装し脱出した土方たちは外に残った伊三郎を取り囲む。土方たちは見回り組になりすまし騙し討ちと同士討ちを誘発させたのだった。近藤は伊三郎に今回の件は互いに不問に処し手を引くよう提案する。いかがでしょうか局長。老子たちを捕獲してきなさい。結構です。人質はくれてやりましょう。事件はもう解決しました。英断心より感謝いたしますよ局長。いいえ、これからもお互い江戸の治安を守る者として頑張っていきましょう。ええ、せいぜいエリートの足を引っ張らないよう気をつけますよ。ご謙遜を。あなたたちは立派なエリートですよ。悪ガキのエリートだ。こうして事件は無事収束を迎えたのだった。夜が明けてビルの瓦礫に座る伊三郎の前に高杉晋助が現れる。江戸を守る見回り組でありながら上位志士の高杉と手を組んでいた伊三郎。私たちがこの瓦礫の海を更地に変えるとき、水を失った魚がどうあがくか楽しみですね。銀時と鉄之助は土方の兄為五郎の墓参りに行こうとしていた。鉄之助が書いた為五郎宛ての手紙を墓前に届けるためである。副長は自分のために兄貴に手紙を書いてくれました。だから今度は自分が。為五郎の墓には先客がいた。為五郎の妻である。話を聞くと土方は毎月手紙を墓前に備えていたという。生前も手紙のやり取りをしており、為五郎はそれを楽しみにしていた。その手紙は無口で頑固な兄弟の仲を表しているようだった。白紙の手紙でも家族であればそれだけで十分だったのだろうか。結局また届けられなかったな。
これでいいのか。いいんです。あんな手紙見せられたら自分の手紙なんて渡せませんから。副長は兄上殿は確かにつながっていた。それだけ聞けたら自分は十分っすから。ダメだ、やっぱ何も浮かばねえ。